東京大学2017年の入試問題の続きその2を始めます。図を見てください。積み木1と積み木2があります。質量はどちらもラージ M です。でこちら積み木1は床面にあって積み木2は斜面にあります。角度が計画傾きがシータです。でここの床面は積み木の右端をここを原点としますが、この0からこちら向きは滑らかです。でここは摩擦があります。同摩擦係数はミューダッシュです。で、これ積み木1というものが動きますけれども、こちら動いている時の同摩擦力は F イコール 3L 分の X ミューダッシュ Mg になります。なぜ X があるかというと、普通ならば同摩擦力はミューダッシュ Mg ですけれども、なぜ X の関数になるかというと、大きさを持っています。底面は 3L と L という長方形ですが、長くなればなるほどこちらに進めば進むほどその床面の面積は大きくなります。ですから当然動摩擦力が大きくなりますから、動摩擦力は X に比例します。ですからこのような式になるわけですね。で問題ですけれども、積み木1は初速度0で動き始めました。で静かに話したいことですね。で右端が X0、 ここですね、右端が X0、 これは長さが 3L ですから 3L 行かずに止まったということですね。 X0 のところまで進んで静止しました。積み木1の右端が X だけ動いた状態での動摩擦力の大きさ F は、さっき説明しました F イコール 3L の X ミューダッシュ Mg で与えられます。で、1番の問題ですけれども、積み木1が動いている時の加速度 A とすると、A は積み木1の右端の 1X、 右端の 1X ですね、これが進んでいきます。 X の時ですね、 X の時はどういう加速度になるかというこの数式ですね。 A はこのウと A ってですね、ここに適当な数式を当てはめなさい、求めなさいという問題です。ただしこの X 軸の正の向きを正とします。積み木1の右端が X0 で止まる前のこの X の状態ですね。原点から X を離れた時、運動した X の位置における運動方程式を考えます。でここでこの積み木地に関わっている力というものは、この糸の張力ですね、それから運動摩擦力が反対方向に働きます。ですから MA イコール質量がラージ M ですから、 MA イコール T マイナス、こちらも正です、正ですから T プラスマイナス、動摩擦力マイナスですね、ですからマイナス3、この 3L 分の X ミューダッシュ Mg になります。で一方積み木2の方は、これは摩擦がありませんから、重力とこの Mg 斜面方向の成分 Mg3 シータですね、ここ傾きがシータですから、ここがシータになりますから Mg の3シータです。これからこれを糸の張力を引いたものが MA になりますね。ですから1の運動方程式はこういう式になります。2の積み木2の運動方程式はラージ MA イコールこれ MG サインシータマイナス T になります。でここで T を消去します。1と2式を加えます。で 2MA ですね。で T とマイナス T が消えます。でこれとこれを足したものですね、これとこれを足したものがこうなります。で上になります。ですから A は2m で割ると 2m で割りますから、これが6になりますね。で m が消えますからこうなります。で m で 2m で割りますから 2が残って m が消えて実際にシータになります。でここですね、このこういう式になるように変形します。つまりこれでくくるということですね。マイナス 6L 分の x でくくります。 x ですね、ここが x ですからマイナス 6Lμ ダッシュ g でくくります。これでくくります。ここでくくったわけですね。で、これで、ここは X になります。で、これはこれと、これからこれを割ればいいですね。これを。くくったものを割ればいいわけです。ですから、これ割る、これ割るんですから、逆数になりますから、ミューダッシュ G のマイナス 6L をかけたものです。で、G と G が消えて、2と6でマイナス3になりますね。分子がマイナス 3L3 シータで、消えてミューダッシュになります。ですから逆にこれとこれをかけたらミューダッシュと消えて2分のここになりますね、これ2分の G サインシータになりますね。
ですからこういう式になります。ですからうはこれになって絵がここになりますね。で答えはうがマイナス 6L 分のミューダッシュ時、絵がこれですね、ミューダッシュ分の 3L 3シータになります。ここでその2の過去1番の問題は前回のその1の問題と関連があるわけですね。同じように加速度というものはこの X の1ですね、変異もうこれ見るとこれは単振動であるということがわかりますね。この A の位置が単振動の中心になります。つまりここですね、これがここでの単振動の位置になるわけですね。で X0 で止まったという、ですから最初開始した運動開始からここの止まるまでは単振動だということがここでもうわかるわけですね。何も単振動だから連続してこういうふうな運動であるというわけではない。例えば運動の一部をとってその運動状態が単振動の一部だということを指しているわけです。2番の問題です。積み木が動き始めてから静止するまでの時間を求めなさいという問題です。積み木が動き始めてから静止するまでの時間ですけれども、前問で1番でこの加速度はこの積み木の加速度はこういう式で表せました。でここで単振動だと言ったわけですね。中心がミューダッシュ分の 3L3 シータですね。中心がここになります。最初は0ですね。原点から静止していましたから速度は0です。でここで静止しましたから速度0ですね。ですからここで単振動、まあ連続する単振動ならばこういう単振動なんですけれども、この場合はもうだんだん動摩擦力が復元力として働いて大きくなりますから、いわゆるここで止まったわけですけれども、ここからここへ行くまでは単振動なんだということですね。でここでつまりここからこう往復すれば1振動です。周期 t になりますが、ここからここまでは2分の t ですね。ですから求める時間は2分の t です。でここの周期を求めればいいわけですね。t 分で加速度はマイナスオメガ、こういう式ですから、ちょうどここは単振動はマイナスオメガ 10x という時はここは x が x マイナス0という、ここの式で言えば x マイナス0ですから、0の時が振動の中心になりますね。こういう式の場合は、でこういう式の場合はこれが振動の中心になります。でここで見るとオメガ G はここですね。これに相当しますから、オメガ G は T 分の 2π の2乗です。でこれですね、これに相当しますからこうなります。で T 分の 2π はルート6ルートのこれになりますから、 T 周期 T ですね、周期 T はこう持ってきてこれ逆数になりますから 2π の逆数になりますが、こういう式になります。でこれが単振動の周期ですから、これの半分ということは2で割ればここからここへ行く時間はこういう式になりますね。これが静止するまでの時間になります。これが答えになります。過去3番その2の最後の問題です。積み木1の右端がちょうど X0 で静止したわけですが、この 3L ですね、 3L になった時に静止したとします。この時の動摩擦係数ミューダッシュをシータを用いて表しなさいという問題です。運動開始から 3L で止まったというわけですが、ここからこうまでは単振動です。で単振動の中心はこれですね。ですからちょうどこれの半分がここに相当するということですね。これが振幅になりますから、連続する単振動ならばこうわけですけれども、ここの問題の場合はもうここからここへ行くしかないですね。こういう運動の一つの断片状態を表しています。この断片が一つの単振動だということですね。ですからこれがちょうど2分の 3L がここの長さになんだということですね。で 3L と 3L が消えます。でたすきがけですね、ミューダッシュとこれとかけたもので 2,3 シータですから、トマスケースはこれが答えになります。